皆さん、これまでは保守か革新かどっちかの知事が選ばれて8人になりました。今回はこの保守革新、自民党公明党の支持、共産党立憲民主党の支持、そういうふうな政党ではなくて、皆さん、新しい沖縄を決める、その治理をやっていこうじゃありませんか。皆さん変わりますよ。今までの発想とガラッと変わってきます。ガラッと変わってきます。これが大きなポイントなんですね。皆さん、皆さんと一緒になってこの流れを変えていく。あたり、中本にも教えて、中本にも教えて。この政党に縛られた地にはまさに最終的には政党の考え方にしかできない。本当の沖縄ファーストになりきれないんであります。本当の沖縄ファーストになるには皆さん、もう政党の支持をもらってはいけない。まさに沖縄の代表だという気骨を持って、政党のイデオロギーや概念に縛られないで沖縄のことを考えていく、そういうふうな知事じゃなければいけないんです。今復帰して50年目、初めてその知事が誕生します。それが下地幹雄なんです。皆さん、新しい政治、新しい政治指導者、新しい政策、このまさに新しいというキーワードで政治を変え、指導者を変え、政策を変え、めちゃくちゃ面白い沖縄一緒に作ってみませんか。よろしくお願いを申し上げます。皆さん、新しい政治とは何か。新しい政治とはですね、もう国に頼らないことなんです。この50年間国にペコ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 して、予算ください、制度ください、お願いします、そんなことをしてきた。もうそんなことはしない。自分たちで政治を作る、これが新しい政治なんです。これが本当の意味での沖縄の政治を沖縄に取り戻す、そういうようなものになっていきます。そして新しい政治は経済界の人たちの考え方も変えていく。皆さん、経済界の人たちの中にはね、国から予算がいっぱいないとね、自分の会社が大変と思ったりね、自分の職員の給料を上げることができないと思ったり、明日にでもこの国からお金がないと経済危機になると思い込んでる人がいる。違うんです、違うんです。それは彼らは自分の補助金をもらってる人がそう言ってるだけで、本当に私たちが沖縄のことを沖縄でやる、そうなったら今の補助金をもらうよりも絶対経済成長しますよ。皆さんの暮らし相当に変わってきますよ。違うんですよ。もう沖縄は成長してるんです。何でもかんでも国におんぶに抱っこ、そんなことではない。だから新しい政治というのは沖縄県民の暮らしを守るために、私たちはまさにこの政治を変えていく、そういうふうな流れになってくるんですね。皆さん、それをやっていきましょう。これが新しい政治です。新しい政治に指導者の姿っていうのは何なのか。新しい政治指導者の姿はまさに自分で提案することです。
自分で提案すること、この全てにおいて提案能力が新しい政治の姿。ありがとうございます。今までは賛成か反対か、つまり何を意味しているか、つまり賛成か反対かは相手が言ってきたものに自分がジャッジをしている。わかりますか、わかりますか。自分は提案をしないで相手がやってきたことに賛成か反対か、これを相手の提案の前に自分の提案をしていく、自分が提案をしていくことなんです。これが新しい政治なんですね。皆さん面白いですね。この提案をしていくから、今度の馬毛島の話がありました。この教育の無償化も提案ですね。皆さん、この離島における船舶料金1000円にします。見てますよ。それも提案ですね。航空運賃を全て5000円にする。北大東、南大東、一番遠い与那国遠い、それも全部一律5000円にする。これも提案ですね。皆さん、今新しい指導者は、私はこうしたい、私はこうやりたい、私だったらこうする、こういうことを言っていくのが新しい指導者の姿なんです。その指導者でなければならない。よく聞く耳を持つ、人の話をよく聞く、それが指導者として素晴らしいと言われるところがある。岸田さんは人のよく話を聞いてジャッジをするとおっしゃる。しかしですね、岸田さんは今何て言われてるか、検討総理大臣って言われてる。何でも検討します、検討します、つまり検討しますという趣旨は何でしょうか。相手が言ってきたことを検討します、自分が言ってることを検討します。そういうことはありませんね。相手が言ってきたことを検討しますというのが検討しますの意味なんです。だからあの人は提案をしない、そういうふうにマスコミに言われてしまう。私はそういう意味でも、そういう指導者には私はならない。私の政治指導者の姿は、絶えず小さいことも大きいことも提案をしていく、しかも夢のある提案をしていく、そういうことが私の政治指導者の姿です。3番目に、皆さん、政策が変わる、新しい政策。もちろん新しい政策とは何か、新しい政策とは今までやったことのないものを全てやることですよ。人の話の継続ではない、人が言ってきたことをパクるわけでもない、人がやってきた道路に何か車線を増やすような、継続に何かプラスアルファをやったものでもない。新しい政策は新しいんです。新しい、全てが初めて、これが新しい政策なんです。皆さん、これをやりましょう、これをやっていきましょう。それが私たちの仕事です。奈良から元々までの建築道をやります。これも新しいですね。今まで誰もやったことがない、4年以内に必ず着工しますから。皆さん、もう10年間国費をかけて調査してきた、もう皆さん4年以内にこの鉄軌道の着工いたしますよ。これも新しい。教育の無償化、47都道府県でやった人は一人もいない。これも新しいですね。皆さん、
保育園から大学専門学校まで全て無償化ですよ。給食費当たり前無償化です。18歳までの医療費当たり前無償化です。当たり前じゃないのは2つある。授業料以外に朝のご飯を出す、パンとおにぎりとミルクを出す。今3割の子供が朝ごはんを食べないでくる。その子供たちに私たちはしっかりとサポートする。全国で800を超える大会がある、集まりがある。それに私たちはサポートする。これまではタオルを売ったり青森を売ったりマックのチケットを売ったり、お父さんお母さん頑張った。しかしもうこれからはあなたの子供は沖縄の代表なんです。だから県がしっかりサポートするんです。その考え方哲学のもとに私たちはやるんですね。これやると面白いですね。全ての子供に教育のチャンスがある。すごく面白い。この面白いことを、新しいことをやっていくんです。皆さん、この私たちの新しいを実行していきましょう。皆さん、その次の新しいのは何か。国に頼らないで沖縄の経済を10兆円まで成長する。この考え方新しいですよね。今までは全てを国に頼ってきた、全てをお願いしてきた。しかしもうお願いしない、お願いしない。私たちはもう自分たちでこの経済を作っていく。もう準備はできている。規制緩和を行い、土地の価値を上げるために私たちは用途の変更、用積率の見直し、そしてこの高度利用、農地の見直し、防風林の見直し、開発認可のスピード感のある承認、全て県知事が権限を持っている。この権限を私たちは活用しながら民間活力を使い上げていく。これも面白いですね。もう全く国が入る隙間がない。その中で沖縄が成長していくんですよ。ありがたい、そう思います。 PFI、 この高速道路も税金で作ってますが、この道路も税金で作ってますが、これからは民間の資金を活用しながら作る、そのやり方も採用していく。皆さん、国からお金がない、だから公共工事はできない、インフラ整備ができない、そんなことを言ってる組長は、そんなことを言ってる政治家はもう100年前の政治家。今はやる気があったら民間の資金を投入しながらこの公共工事もやっていく。これができるんですよね。面白いですよね。皆さん、だけど規制緩和にしてもこの PFI にしても大事なことを忘れてはいけない。大事なことは沖縄の企業がその多くの役割を担うことです。沖縄の会社がやらなければ、どんなに PFI をやろうと、どんなに規制緩和をやろうと、これはザル経済になるんですよ。それをなくしていくんですね。皆さん、面白い。私はもう準備はできてる。国に頼らなくて沖縄の皆さんの所得を400万まで上げる準備が下地幹雄にはできてる。できてるから知事選挙に出た。
新選挙に出て政策を発表しているわけではない。準備ができているから下地幹雄は新選挙に出たんです。そのことをやっていきたい。皆さん、これが下地幹雄の考え方なんですね。皆さん、これからはこの新しいの3つをしっかりと下地幹雄がやっていきます。どうか皆さんも一緒になって本当の姿を作り上げていきましょう。皆さんと一緒になったら必ずできる。皆さん、もう今この50年で沖縄の会社の経営者の中には、国のお金がなかったら俺の会社は潰れる、国のお金がなかったら社員が物通り回す、俺の会社は国のお金がなかったら大変なことになる、だから皆さん自民党の交渉をやってくださいって、泣きべそ書いて話をする経営者がいる。大丈夫か、大丈夫か、本当に会社に自信ないのか、沖縄に自信ないのか、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。あなたの会社は大丈夫じゃないのは、もう少数の国の補助金にどっぷり使っている企業だけですよ。その人たちだけ悩むんですよ。この悩んでる人たちが力があるから、みんなを巻き込むんです。みんなを巻き込む。お前もそう言え、お前も国がなかったら大変だと言え、お前も政治家もそう言え、そういうふうな、まさにマインドコントロールに合ってるんですよ。もうお金は政府に、選挙は統一教会に、もうこうなっちゃってるんですよ。もうどっぷり使ってるんです、皆さん。だから今おかしくなっちゃってるんですね。私たちはこの会社の経営者の中に、この充満した重苦しくのしかかって、もう息苦しくなってる、国がなければ大変だって思ってる考え方、パカーンと割って、新しい空気をドバーンと入れて、そして沖縄の力をドバーンと見せて、沖縄が元気になる姿を作って次の世代に出すんですね。次の人たちは私たちを尊敬するでしょう。お父さんやお母さんは自分たちで沖縄を作った、あの時大変だったけどよく頑張ったねって、そんな評価をいただくでしょうね。皆さん、その評価が欲しい、その評価のために頑張る、それが私たちなんですね。ありがとうございます。さあ皆さん、皆さんと共に頑張っていきましょう。沖縄は大丈夫です、大丈夫です。自分たちで元気を作れます。安心してください。下地幹雄が沖縄の復帰後9人目の地位になったら、その9人目の地位としての役割は沖縄に尊厳と誇りを持たせることです。必ず4年間で作りますよ。さっき言った企業の皆さんも、いやー、あの時自民党公明党が言ってたことと全く違うねって、ありがとうございます。そういうふうな時代が来ますね、来ますね。楽しみだ、楽しみだ。沖縄が元気になっている姿がもう目に湧いてくる、面白いです。さあ、その16日間、その目をつぶって想像しながら、沖縄が自分たちのものになった、夢が完成できた、次の世代が喜んでる、そんな心の中で、頭の中で思いを持ちながら、さあ頑張っていきましょう。
この選挙戦は沖縄を解放する選挙、革命の選挙です。国から沖縄を解放する。基地問題も経済政策も全部自分たちでやる。国のもう言いなりにはならない、そういうふうな選挙なんですね。大丈夫ですよ、下地部長に任せてください。28年間国会で仕事をしてきて、大臣も経験して、国のすべての制度や仕組みや人脈を知ってる。だから大丈夫って言えるんです。そんなこと経験なかったら言ったら我々のですよね。だから下地部長に任せてください、そうお願いしてます。皆さんの力を最後までお貸しいただきましょうよ。お願いを申し上げまして、下地部長の回答会によって終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。今行きます。